はい、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン、ノイズキャンセリングの WF-1000XM3 の3ヶ月使用レビューをしていきたいと思います。まずなんでこの機種を買ったのかっていうのが、この WH-1000XM っていうノイズキャンセリングの一番今ノイズキャンセリングが効くと言われているヘッドホンを2018年の10月とか11月ぐらいに買ってずっと使用してきてたんですけれども、っていうのがこれが本当に2018年のベストバイで、ノイズキャンセリングもすごい、そして音質もいける。ソニーの完全ワイヤレスイヤホンでノイズキャンセリング使ってたらもう絶対に買おうと思ってた時に出てきたこの WF-1000XM3。 このサイズ感的には少し大きめ、ボブ周りのこの竹のデザインが結構お気に入りのイヤホンなんですけど、これも追加で買ったんですけど、大きさを比較してみるとこれ結構小型、 WF は少し大きいっちゃ大きいけど、まあ手のひらサイズですし、ポケットにも入るっていうので悪くはないんじゃないかなと思う。AirPods とかと比べると2倍ぐらいにはなってるような気がするんで、まあそこがちょっとっていう方もいらっしゃいかと思います。今回比較していきたいのは、もうこれのノイズキャンセリングイヤホンは AirPods Pro には負けてるっていうような評価なんで、ヘッドホン型の WH-1000 とこれを比べた時にどれぐらい差があるのかっていうのをちょっと見ていきたいかなと思っています。こいつには全然負けてます。この人ヘッドホン型のノイズキャンセリング機能が100点だとすると70点、60点、65点のノイズキャンセリング性能っていう感じですね。確かにこれだけつけててもノイズキャンセリング効いてるなっていうような印象はあります。例えば自室で使う 4.5 畳ぐらいの部屋なんですけど、空気清浄機が置いてあって、その真横でこれをつけたら静寂に包まれるのは間違いないです。あとキーボードとかを叩いてる音はその何もつけてない状態からすると、小さい感じで聞こえて、少し遠くに聞こえるっていう印象を持ってます。そして大きめの少し混んでるカフェで使ってみたんですけど、低い音、例えばその空調のエアコンの音とか、冷蔵庫のモーターの音っていうのは打ち消してくれてるような印象です。人の声とか お皿が当たる音っていうのは軽減はされてるけど、この人よりかはまだちょっと聞こえるなっていう、ちょっと気になるなっていうような印象ですね。どっちみち音楽をイヤホンつけてるときは聞いてると思うんで、スマホの音量の 30% ぐらいで聞いていれば、それらの音は気にならないかなっていうような音ですね。一番大きいところで言うと飛行機に乗った時の比較なんですけど、このヘッドホン型は本当にゴーっていう音を消してくれるし、ちょっと高い音は打ち消しはちょっと苦手なのかなっていう印象なんですけど、飛行機でこれつけてたら本当によく眠れるし、頭痛くならない。逆にこれを長いことつけててちょっと耳の横が痛いかなっていうような、そんな印象なんで、本当にこれは飛行機によく乗る人は間違いなく買った方がいいかなっていうようなヘッドホンになります。完全イヤホン型は正直ヘッドホン型には追いついてないかなっていう、ある程度のノイズっていうのはこのカナル型っていうのもあって、耳にこうグッて入って耳栓になるっていうので、これをつけてるこっだけでも音は少し和らぐんですけど、これプラスノイズキャンセリングっていうことを考えても、やっぱりヘッドホン型の6割ぐらいしかノイズキャンセリングの効果っていうのは効いてないのかなっていうような印象ですね。低音のゴーっていうあのエンジンの音っていうのも結構聞こえてしまうし、これをつけてるだけでは正直そのしんどいところもありますね。接続の安定性と音質は、接続に関してはこれの音質優先モードっていうのを選べば
まあ、結構混んでるそのスクランブル交差点っていうようなところでも、まあ、多少は切れるけどほとんど切れてる印象はないですね。まあ、音質に関しては人それぞれなので、まあ、こっちの方がそれはねやっぱ低音も聞くし結構すっきりした音なんですけど、まあ、このソニーのイヤホンも負けてない、まあ、普通に普段聞く分に関しては全然問題なく聞けるし、前あの初代の AirPods 使ってたんですけど、まあ、それに比べると相当音はツヤがあるような感じがしますね。正直あの AirPods でも自分は全然満足して聞いていれる音質だったので、正直これはもう格段に良くなってるなっていう印象です。重低音は結構聞くので、まあ、ヒップホップとか R&B とか聞く分にはすごく楽しんで音楽を聴けるような印象ですね。大きさに関しては、まあ、ポケットにも別に入るし、タイトめのジーンズ入っても入るし、まあ、取り出す時にちょっと取りにくいなかなって思うことは少しありますね。まあでもこのまあ大きさはまあノイズキャンセリングの性能であったり音質含めバッテリー性能、まあ、大体24時間ぐらい持つ、まあ、全部含めてっていうのを考えると許容範囲なのかなと思います。まあ、フィット感なんですけど、耳にこう入れてクッと回すような、耳にこういってこう、まあ、普通に歩いてたり、まあ、これつけながらご飯食べてたり、顎を動かすと結構耳って動くような印象だったんですけど、まあ、それでもずれることっていうのはほぼほぼなくて、このまあ冬場やったらその結構大きめの服着てるんで襟とかが直接耳の方に当たったり、マフラーがこう引っかかったりっていう時には外れることもまあありますけど、正直まだこれ使ってて一回も落としたこと、耳から落ちて落としたことはないです。通話のマイク性能が正直あんまり良くないのかなっていう印象ですね。その LINE の通話とかでたまにこれつけたまま電話かかってきて受けたりすると、ちょっとなんて言ってんのっていうようなことを言われることが何回かありました。特に外に出てる時は全然聞こえへんっていうようなことがありました。まあ、これ撮った動画の何週間前かに通話向上のアップデートが来てたので、それで改善されてるのかどうかっていうのはまだ実証できてないですね。今現状でよく使っている機種はこっち、なぜならコンパクトで、まあ、夏場、まあ、今冬場ですけどまだ夏越してないですけど、これ夏場に使った時すっごい暑くて耳すっごい蒸れてたんですけど、まあ、これも取り回しが楽で眼鏡にも干渉しない、これもふかふかなのであんまり眼鏡をつけててもそこまで痛くはないんですけど、やっぱ長時間つけてると耳の後ろが痛くなったり眼鏡のその縁が当たるんで、エンド部分がなんで痛くなることはありましたけど、まあ、これは正直ね耳のその眼鏡とかには全く干渉しないんで、まあ、その辺比べるとやっぱりこっちの方が取り回しが楽なのかな、なのでこっちはよく使うようになりましたね。まあ、なんせ飛行機で使うならこっち、それ以外ならこっちみたいな、そんな印象を持ってます。まあ、何ヶ月後かにまた飛行機乗ることがあるんですけど、飛行機の持ち込みはきっとこっちか、こっちも一応入れてると思うんですけど、もう飛行機内で使うのはこっちがメインになるかなっていうような感じですね。ここのこの丸いところを触るとあのコントロールセンサーになっているので、まあ、自分でどっちに音量にするかとか、その再生送りとかっていうのをその決めれることができるんで、これもアプリ内でできてしまうんで、まあここがそのカスタマイズをその決め細かくはできないですけど、ある程度のカスタマイズができるっていうのはすごく便利かなと思ってます。私は左を外音コントロールで、右を再生コントロールにしてます。あ、耳から外すと自動的に、片っぽだけ外すと自動的にこのここのセンサーで音楽を止めてくれたりするので、まあ、AirPods と比べてもそんなに機能的には変わらないじゃないかなっていうような感じですね。隙間携帯電話自体
iPhone じゃないので AirPods を買っても最大限にその機能を発揮することができないので、 Android 端末持ってる人はまあこれでもいいんじゃないかなと思いますね。あとここに NFC がついてるので、スマホの接続をこうやってピッてするだけでできるんで、まあ、それも便利な機能の一つかなと思ってます。まあ、一回接続してしまったらこれ開けるだけでスマホと接続できるんで、これここを使う機会っていうのは限られてるとは思います。音もいいしノイキャの性能もいいし、まあ、2018年のベストバイはダブル H だったんですけど、2019年はもう完全にこれでした。